取らないとダメじゃないですか。だって俺ら魚屋さんだし。いや、寿司屋さんね。あ、細かい。嫌われますよ、細かいの。誰に？まあね、O2 取っとこう、O2。O2 ないんすよ。冷静になろう。テンポったら一番長いから、海の中は。じゃあ、落ち着かしてよ。そう、だから深呼吸、深呼吸。そう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 。やってやるぜ！いいって！ミッションやれって！すごい。ごきげんようの、はい、さあ始まりました報道ゲーミングライフ。今日は私この中央と中村海人です。はい、この2人でお送りしていきます。さあ本日プレイするゲームはですね、もうこの2人といったらおなじみデイビザダイバーでございます。全然オフとオンの切り替えすごいっすね。何よ何何何何あれよ、常にこれじゃ。おはようございますからもうずっとこのテンション。いや何俺が入ってきた時、おはよう。いや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 、俺初めて見たもん、コウチ君のちょっと疲れてる感じ。いや、ちょっとなんかジム行ってきたんすよ。ちょっと久々に体を動かしてる、朝から、はい、眠くて眠くて。びっくりしちゃったよね。いやー、はい、嬉しいっすよ。まあ楽しくやっていきましょう。まあ本当に久しぶりなんでね、ちょっと簡単にゲームを説明させていただきましょう。お願いします。昼間は海を探検し魚を取って、夜は魚を取った魚ですね、はい、食材でお寿司屋さんを運営するというハイブリッドパイオアドベンチャーゲームとなっております。お、個性豊かな仲間たちと共にブルーホールに秘められた謎を解き明かしましょうということで、はいはいはい、なんか僕たち PC でやってたじゃない、はい、なんだけどね、ちょっと人気らしくて、はい、スイッチとか PS5 でもできるようになったらしいです。え、すごいじゃないですか。てか俺らって時代を先取りしてたんです。そう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 、時代先取りしちゃって、まあ俺らが流行らしたと言っても過言じゃないということで。マジでワンチャンあるっすよ。いやいや、そう思っとこう、ポジティブにね。俺らが流行らしたからスイッチでも。デイブ&海コーチってやってほしい。なんか海はまだわかるじゃん、はい、コーチって真逆だからね。高いところにいるから。どちらかで言ったら潜んないといけないんだから、うん、まあまあまあ、ということでやっていきましょうかね。はい、じゃあまずカイトから。え、なんで。マジ頼む。マジ頼む。わかりました、じゃあ俺からちょっとやっていきますわ。あ、俺もう操作も覚えてなきゃ何にも覚えてないから。この前終わったところは俺が深く潜りすぎてコーチ君に怒られたところ。いや、そう、なんか揉めて終わった気がするんだよ。だからサメに食べられて終わったんで。そう、まあでもこの2人で言ったらそれじゃないですか。そうだね、うん、デイブ相変わらずおっきいね、うん、あ、なんかこれ変えるようになったんだ。マジで覚えてない。やべえ、全然覚えてない。で、なんかここで、あ、そうだ、こういうのがそう、サメを倒せるぐらいのね、強いやつだったんだよね。あ、じゃあ海ぶどうだ、今。何、宅配船を調べようって何？なんかあるんじゃないですか、海の中に。確かタップっていう機械とか作ってくれる人にお願いしたら、そのフィギュアを拾ってきてる。あ、そうだ、届かなかったんだ、なんか。荷物を頼んだのに。めっちゃ操作覚えてるよ、お前。醤油今。醤油っす。いや、でも嬉しいっすよ、コウチ君と帽子できるなんて。なんか久しぶりだよね、2人プレイ。だって、ジュリ君にはもうお前らとやりたくないって言われてますからね。確かにそうね。うわぁ、なんか懐かしいな。やっぱコントローラーだからなのかな、スムーズ。前もコントローラーでしたっけ。ずっとコントローラーでしょ。あれ、そっか。はい、もうそれすら覚えてねえわ。しかもなんか重さがあったんですよね、この。そうそう、だから荷物持ちすぎちゃうと。そうで、じゃあ俺それでこの前やられちゃったんですよ。そうだから、あれは俺のせいじゃないんですよ。いやいや、お前のせいだよ。いやいやいや、エレベーターで上がればよかったのに。そう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 、お前がそれ乗らないで。いや、もうちょっといけるって思っちゃったんですよね、俺。あ、これ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 、これがエレベーターです、皆さん。そうそうそう、エスケープなんちゃらね。いや、なんかそんなん使ってたらちょっとかっこよくないなと思っちゃったんですよね。あれ、またクローズ。とりあえず海ぶどう取ろうよ、海ぶどう。
そんな近くにあるもんなんですかね、海ぶどう。てかまず魚取らないとダメじゃないですか。だって俺ら魚屋さんだし。いや寿司屋さんね。あ、細かい嫌われますよ、細かいの。誰にやばい。あ、強そうこいつ。イエローフィッシュ、イエローフィッシュ強いぞ。か、やばい、強いなこいつ。カメ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 。あ、行って。あ、やれ、やれたやれた。な、人間に逆らうとそうなるんだ。いついてた。何そいつ強いんだよ。これは多分これです。違った、めっちゃ下かしちゃった。あ、毒ってる。まあどのゲームでも毒って強いですからね。うん、えい、毒針なんだねそれ。でもこの固定ダメージ入ってるからね、これ。そうね。強っ、このコブダイみたいなやつ。こういうのか、よし。やだな、最後死んじゃうのが毒って。でもそれ毒って刺身で食べれるのかね。ちっちゃいことは気にするなってやつですよ多分。あ、言っていい。あ、そう、なんかこの海流みたいのが厄介なんですよ。そう、危ないんだよね、酸素めっちゃ持ってかれるんだよ。これ、あ、これ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 、あ、なに骨ある、骨。あ、でも結構だから奥まで来たんじゃないですかこれ多分。だって骨、骨も漁れる。動物の、あ、カリゼンボンだ。まず海ぶどう取んなきゃじゃねえ。海ぶどうだから、え、こいつやりよる。え、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 硬い時やっちゃダメなんだよ、だから柔らかい時に。そう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 。え、なんかゲームの腕上げました？腕は上げてないの、口だけ達者になってんだよ。いやでも上がってるっすよ多分コーチくん、絶対に。本当にここでしかゲームやってないからね。え、家でやんないんすか？ゲームのゲの字も開いたことない。え、じゃあいつも何してんすか？ゲームのゲの字ってのは何でも分かんないけど。だから俺何も突っ込まなかったし。家で何してんすかいつも。家にいないよね。え？基本外行っちゃう。え、元気だ。そう。すごいね、なんか骨、うわ。さっき足の骨だったけど、今日次今頭の骨だった。てか海ぶどうってこんなに下に行かないとないの？テレポーターするね。なんかないっすね全然。てか魚取ってねえよ俺。うわ、また毒だ。でもやっぱさ、さっきのコブダイもそうだけど、攻撃してこないやつがいいよね。やっぱしかも確か下に行くと下に行くで魚がレアになってくる気がするんですよね俺。そんな気がするよ。お、イカじゃないこれ。うわー、もう2頭は得るものは1頭は得られないよ。確かに。大丈夫か？それ噛んでてやりました。あ、あ、俺、あ、いっぱいじゃない荷物。あ、ほんとだ。これで帰ったらやばいんですよ、確か。うん。俺は絶対にこれで行く。なんで無理するの？海ぶどうも取んなきゃいけないんだよ。じゃあ海ぶどうは高知くんに任せました、じゃあ。まあ確かに。うん。簡単な仕事を俺に任して。そういうこと、そういうこと。ほら、ランク4っすよ。いやでもやばいよお前、もう早く。あ、やばい。え？いやだから言ってんじゃん。あ、でもエスケープゾーンそこにあるから。ゆっくりゆっくり。あ、昆布じゃない？え、昆布じゃないの。何かいらないやつあるかな。え、いや持って帰るっつったら矛盾しまくるやん。ガラスとかいらないっしょ。俺いらないっす。でもこれ売れるんすよ。銀皿はね、ちょっとやっぱ銀の皿はね、お寿司美味しいから。え、捨てちゃった。なんで捨てるかな。じゃあ遅い言うのが。え、ガラス捨てよ、ガラス。どれ？上にガラスあるから。それそれ、ガラス。でもこれ 0.1g しか変わんないっすよ。チリツモだろ。あ、まだだよ。え、全然じゃん。だから魚が重いっすよ、魚が。だって俺らの仕事分かってます。魚拾うことすからね、最初は。いや、海ぶどう拾えよ、最初に。だって海ぶどうないんだもん。もう。その辺は？多分これ下行ったらあるっすよ、多分。え、海ぶどう下じゃないだろ、絶対。いや、海ぶどう下でしょ。沖縄の人ってそんな大変な思いしてんの？感謝伝えましょう、いつも。ありがとう。軽い？え、待って、でもこれ。いやいや、もう下い、え、海ぶどうってそんな深いとこないっしょ。で、これが海ぶどうの可能性あるってことですか？ほら、
昆布。昆布なんか捨てちまえよ。待って、やばい。待って、O2 取っとこう、O2。で、O2 ないんすよ。いや、さっきのとこあったじゃん、上に。え、あそこまで戻るって多分。うわ、ほら、もうやばいよ、ほら。待って、これまずいかも。うん。どうしよう。いや、だから O2 とりあえず冷静になろう。OK。俺、一応スキューバーの免許持ってるけど、テンパったら一番ダメだから、海の中は。じゃあ落ち着かして、落ち着かして。だから深呼吸、深呼吸。そう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 。じゃあ一回戻りますよ。だからさっきの O2 拾った方がいい、絶対。さっきの割と遠かったっすよ、多分。だからマジでここで引き返すか引き返さないかっす。いや、引き返してもいいよ。まあいいや、もう一回戻っちゃおう。ああ、海ぶどう。いや、ここで全部アイテムロストするよりかは海ぶどう一回諦めよう。いや、だから先に海ぶどう取ってからやれよ。本当だからお前仕事全部後回しにするからさ。あ、来た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 。はい、マジで来ました。その仕事兼ね合い出したらね、もうね、良くないんですよ。嫌な仕事は先にやっとかないと。え、何を言ってるんですか。先にそういうのやんないと。ちょっと静かにして。あんまり人のことをうじうじ言わないで。うじうじじゃないのよ。お、トリプルアクセルだって。強そう。でもこっちの方がダメージ強いんですよ。そっち作っちゃうか。でもお金かかるっすよ。とりあえず稼げばいいんでしょ、だって。うわ、寿司で稼いでんの俺なのに。いや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 、ちょっと操作早すぎて覚えられないからゆっくりやって。お、久々だ。これ料理パワーアップできるんですよ、確か。なんかあれだよね、そうそうそう、必殺技みたいなのやってくれるんだよ。ほら来た。こえー、そんな開くの時間かかるの。無双一戦。わかんないよ、マジか。うお、店切れてるだろ、もう。五右衛門ぐらいすごいことやってた、今。やばいっすよ、これ。ほら、言ってるっすよ。またつまらないものを切ってしまった。いやいやいや、切ったし。さっきより刀、長さ変わっただろ。もうちょっと。刀身？なんか、満足度が高いやつを。いやいや、そう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 。あ、思い出した。これなんか最初お茶入れなきゃいけないんだよね、確か。コーチくんがめっちゃうまいですよ、お茶、確か。うわぁ、すげえ。でもやっぱいっぱい魚取ったからすごいね、メニューが増えた。あ、しかもスタッフさんもそうだ。あ、アルバイト雇ったんだっけ。いや、なんか雇うお金がなかった気がする。じゃあ俺申し訳ないけどさ、これデイブドダイバーもやってんだけどさ、はい、俺さスーパーの経営もやってんのよ、今並行して。え、なんで。いろいろ事業始めちゃってさ。ちょっと待って、授業そんな展開しないでください。そうそう、ちょっとごめん、ひどい。でもちょっと見た俺それ。なんか俺とやってる時より楽しそうだった。いや、そう、すっごい楽しかった。ひどい。いやいやいや、お寿司屋さんはやっぱりカイトとやらないといけないからね。そうっすよ。オープン。お、いっぱい食べそう。 R で。これむずいんすよ俺。はい、あ、上手。うまい。っていうかめっちゃお客さん来るじゃん、最初の時より。あ、うまい。うまい。京子さんだっけ、アルバイト。そうっす、頑張ってくれてるよ。やっぱワンオペきついっすからね。うん、何、絶対、あ、片付けか。すごいな、この会場レストラン。てか板前が足りてなさすぎる。うー、めまいが。お腹空いちゃってるよ、やばいよ、この真ん中の人。待て待て、そんな一人しかいねえんだから、うちは今ワンオペでやってるんだ。お腹空いてめまいってだいぶ重症だな。いや、多分相当お腹減ってきたんだろうね。本当に多分楽しみに待っててくれたっす、これ。うちのご飯屋さん。え、ちょっと待って、すごいぞ。え、これ相当すごいっすよ。おえ、相当すごいんじゃないですか、これ。え、めっちゃ売り上げいいんじゃない今回。ミスゼロじゃない。番長寿司クローズ。ほら、ランクアップできた。やばっ。わっ、すっげえ。職人の炎を獲得しました。すっげえ。一日終わった。あ、これだ、これだ。はい、コウジ君、大事な日。
マジ今日っすよこれ。何が？あ、待って、一回スマホ見ましょう。で、クックスターで、ランクアップしましょう。あ、待って、え、ああ、また新しいあれじゃないですか。怖そう。あれ待って、この人絶対、うわー、めっちゃあれじゃん。やだ、食品衛生管理の。うわ、めっちゃおいしい。ああ、オッケー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 。まだ新しい。赤姫路昆布巻き、うつぼカレー、島味昆布お茶。うわ、昆布のお茶漬け食べて。アイダイバー、アイダイバー、なんか強化できるやつあります？容量強化しない？容量大きくしましょう。いいですね。これ推進は？タンクはいらん？タンク…お金ないね。50なんで、とりあえず行きますか。ダイブ、行ってらっしゃい。ちょ、昆布探しましょう、まず。え、違う、海ぶどうの。あ、海ぶどうだ。さっきから昆布探しすぎなんだよね。細かおお、うわ、出た、出た、出た、助けなきゃ。またいじめられてる。うわうわ、こんな日に限って、海賊だって。ヨーホーヨー、うるさい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 。え、どうやって戦うの？丸、あの、A で銃定められる。海賊を倒そう、急に。 A でいけ。え、なになに、え、なになに、ずるくない？え、なになに、怖い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 。え、ちょっと待って、あぶねえ。ちょっと危なかった。危なかったわ。いや、アウトでしょ今の。いや、危ない危ない。ちょ、もし次来たら俺に一回任せてください。ちょ、考えるわ。おい、絶対渡さないじゃん。ああ、イルカのイベント終わっちゃった。終わった今の。うん、え、またあるよほら。あ、まただ。またあるよ、絶対戻れるよ。何、 A で何すんの？じゃあ A だから多分 A で狙い定めるっす。しゃあ！声でかっ。で、なんか赤い線が出たら逃げて。はい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 。はいはい、頑張って頑張って。そう、まず避けよう、まず避けよう。避けて、避けないと。危ない危ない危ない。楽しい。スリルがあるね。いた、避けて避けて避けて。うぅ、ナイフの方がいいんじゃないこれ。銃だって R で変えられます、銃に。え、 RR、 それで狙い定めて撃つ。めっちゃ下手だよ。いやいや、ゆっくりゆっくり落ち着いて。何でしたっけ、海の中は深呼吸。そう、冷静さが大事。そう、冷静冷静、平和なゲームがいいよなんで俺だけさ、海ぶどうを探さないでこんなことになんの？ A じゃ、こっちで、こうじゃ、はいはい、で、撃つ。全然当たんない。距離距離距離。で、こうちくん、ゲームっていうのは優しいもんで、うん、絶対に相手が止まる時間があるんですよ。相手が撃つじゃないですか。撃った後止まってるんで、それを狙いましょう。ほら、こいつ撃った。ほら、止まってる。ほら、これこれこれ。この、そう。その、そう、そう、そう、それ。でもそれだと撃たれちゃうから、はいはいはい。お、来た来た来た。相打ち、いいっすよ、一人やれた。お、来た。うわ、相打ちやれたの。やったー。え、一人だけ。いや、3人。あれ、みんな、みんな生きてたの？みんな繊維喪失してただけ？あら、素敵なハート。I love you。 うわ、いらねえお前のハートひどい。両手のハートいらねえ。ひどいよ。でもこれ体力もないんじゃないですか。なにこれ、イルカのネックレスだ。謎のっていうのがいいよね。あとです。またじゃあ終わりましょう。終わった。まず酸素欲しい。あ、そう、これ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 あるんじゃないですか。どれ、これ、うん、
そもそも日本刀だ。じゃあ頑張って探しましょう。終わった。いやいや、冷静に諦めたら試合は終了だよって。あ、それは、あ、終わった。いや、諦めたら試合は終了だよって。ほら、あったあった、それそれそれ、おつおつ、取って、頑張って頑張って、おすごい。しかも、待って、コーチ君、しかも、これ今深海何メートルですか？73。これ100メートル付近に鍾乳洞があると言ってたんで。今鍾乳洞入った。お、来た、すごっ。あったあったあった、海ぶどう。どれ？これ。え、待って、落ち着いて。海は落ち着くよ。そう、これか。来た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 。やった、任務完了。いや、もうちょっと入れましょう。ほら、クラゲいるし。話聞いてました。ごめん、もう帰ろうかな。え、魚魚。うわ、だってほら、危ない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 、近づけなきゃやられない。やっばい、ノコギリ持ったやついたよ。表現の仕方かわいい。おし、お、あ、あぶね。そ、こいつも取っちゃいましょう、カサゴみたいな。こいつ？うん。カサゴ？カサゴ。やばい。コーチくん？コーチくん？やばいやばいやばい。じゃあノコギリ近づいてるから。あ、待って、魚いなくなっちゃったじゃん。何してんの？ほら、ね、ちょっと俺マジで。こっちがいい、こっちがいい。あ、強い。いや、俺ブドウ派だから。あ、べべべべべべ。やべべ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 べ。え？え、なんだ？いやー、でもなんかスナイパー、俺使いこなせそう。こなせそう。あ、どっちどっちどっち。こっ、来た。うっ、すごっ、すごっ。ちょっとやってみる、なんか練習で。え、だとしたらそのクラゲの方がいいんじゃないですか。あ、オレンジヒトで欲しいです。まあまあまあ、ものは試しで。32だって。強っ。もう一回やってく？はい、もったいない？いや、やっていきましょう。練習練習。お、お、来た！取れる取れる！コウジ君取れる！これもやって、え、あ、すごい。来た、あ、待って、それやばいかも。やばいね。落ち着いたら行く。オッケー。来た、アイテムボックス。え、なにそれ？何これ？装備？うわ、絶対強い、それ。エスケープゾーンもう一個欲しいよね。やばい、逃げて逃げて逃げて、やばいやばいやばい。コーチ君、何してんの？え、勝つんだ。あ、終わった、エスケープ。あ、もうちょい、ちょ、すぐ帰ってくるから。あれ、この前の俺と一緒のこと言ってるさ。ほんとほんと、すぐ帰ってくる。こいつ、こいつ持って帰ろう、こいつ。うわ、やべ。あ、こいつこいつこいつ、銃で撃ってやりましょうよ、スナイパーあるし。やっちゃう？やっちゃいましょう。俺、32っすよ。頑張れ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 。日本刀、日本刀、よし、もう帰ろう。でもこれ10キロオーバーしてるから、でもめちゃくちゃいい収穫じゃない。いやいや、今日頑張った。もう俺、もう俺締められる動画やば。よし、いや、すごい、よかったよかった。やっぱちょっとずつ上手くなってるわ。でも、ね、最初のチュートリアルじゃないけど、海賊倒すので練習になった。いや、確かに。うわ、出た。たてたて、バンズのお嬢さんたち、どの寿司を用意されるんでしょうか。拙者、クラゲ寿司を用意した。クラゲ中華料理、ちょっと早いな。No way! 仮に未熟化のあるのは、判断するのか。く、いいだろう。味わってみるじゃない。寿司どこどこ、興味あれ。来た、来た。パンチョ。オーラ出てる。パンチョ。うわ、いいね。バキでしか見たことないもん。
渋川さん。バキっておもろいの？俺見てみようかなと思って。マジでおもろいっす。バキみんな面白いって言うんだよ。いやマジで見た方がいいっす、あれは。え、ちょっと読むスピード与えないと。確かに。あ、でも読みたい人はじゃあこう一回止めて、あと15秒と15秒こう繰り返していく。いや違う違う違う、あの再生速度めっちゃ下げればいい。嫌な人。わった。すごい乙女になってる。本当だ、かわいい。うわあれこれは飛び。Wait! No! 気づいたやだね。海ぶどう敷いてあるので。確かにでも美味しそう。ね。まずは単純にうまいから。すげえな。クラゲ食べたことあります？うん？クラゲ食べたことあります？クラゲってどういうこと？あのクラゲはあるよ。普通のクラゲですか？あのなんていうの？サラダとかに入るクラゲ。ああ。確かにそれはあるかも。あれ？80点だって。ね。Listen。飲み物が緑茶だけと。はあ。ビールか。副賞として冷蔵庫提供。贈呈か。ええ。ただ。ただで冷蔵庫もらった。ね。冷蔵庫高いのに。高いっすよね。もう。今何でも高くなってる。おおすごい。ええいいじゃん。やった。ねお金めっちゃもらえた。挑発。ビール。うわ。うわ。むずそう。泡だらけになりそう。ちょっとやっぱ練習させてよ。舌はつけないから。今日からビール売りましょうか。うわちょっと。あじゃあスタッフやってみますよその前に。確かに。この X ってあるじゃないですか。で、このチラシ？パイじゃないですか、パイ。いや、取っちゃうもん。いや、取ってみましょう。料理すごいね、50。いっちゃおうか。いっちゃいましょう。採用？はい。サインしようか。きた。で、その上に。ん？やっぱ、そこじゃないですか。OK。と、あ、でももう一人いけそうですよ、スタッフ。一緒か。で、まあ、シャンディか、逆にネット広告出すか。いや広告出さないチラシでネットの方がいい？ネットよりチラシの方が安いよ。し、やっぱネットの方が来るか。まあ今の時代ネット社会なんで。オッケー。来るかな。来た。あ採用中だ。ねメニューもちょっと考えちゃいますこれ。来た。メニュー入れちゃいましょう。ニューにする？あニュー行きましょうよ。何？あ、これめっちゃあるからこれレベルアップさせて売りましょう。どういうこと？これ？バッ B を押してもらって X で料理強化できる。きた。今回は何だ？お、あれ珍しい。あれ。あん、あん、あん、イエ、あん。めちゃめちゃいいね。スニーカーだったんだ足元。え、びっくり。しかもスクラッチしてるし。いやパンチョさん、あざっす。もう一個行く？いや、こんぐらいにしよっか。こんぐらいしましょう。あと、この料理研究というのもあるんですね。あ、これ、あそどれ食べたいですか、コウチ君今。俺、お茶漬け。じゃあ、それ行きましょう。あ、待って、でも満足度、値段。あ、でも2個いけるっすよ、これ。あ、じゃあ3個いける。全部出せる、これ。これにしよっか。来た。もうスキップしていい？え？お、え、サンジじゃん。マジ？ところどころワンピース入ってるよなこれ。もうだってね、それでタバコに火つけるとサンジで。すごっ。全部やっちゃった。ナイスです。ちょ待って、ビールが一番心配。ビール来た。どこ？あ来た来た来た。あ今回は飲み物担当なのね俺。え泡が 20%。え、うまくない？うまっ。じゃあこれ、コウチ君も料理手伝った方がいいっす。ね。どうやって？ XX。X、あ、違う、右で、X。で、この一番溜まってる人に渡しましょう。ここね。はい。あ、ビール、ビール、ビール。ちょっと待って。はい。あ、やばい。怒られた。あー。あ、ちょ、一番奥の人。あ。うまっ。
ビールうまっ。ああとこれ片付けられるっすよ。あオッケーオッケーオッケー。てかビールそんなうまい人います？ね、オッケー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 。まあ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 、まあ、悪くない悪くない。おおいいんじゃない。オッケー。なんと今日使った分ほぼ回収しましたね。回収したね。売り上げ良かったわ。いや多分取った魚が良かった。確かに。あと強化したからね。すごっ。あ、来ます。リズムあ、来た。あ、いいじゃん酸素。あ、でも酸素、あ、でもこっちが大事ですかね。いやでも酸素、いや、ま、冒険次のさ、そこ行くからさ、はい、酸素の方が大事じゃない。酸素行きますか、じゃあ、うん、次だって新しいとこ行くじゃん。確かに。保管箱、保管箱は俺ら今絶対読まないのになんで話しかけたんだよ。じゃあ俺ショップ行きたくて今。あ、間違えちゃったのね。ほらこれあるんですよ。ほら、あ、本当だ、そういうことね。これ買えますか。待って、それささっきまだ使ってないから持ってんじゃない。いや一回多分、あ、一回で終わっちゃうのか。 そっか。あと売れるんすよ。あ、売ってこう。全部売っちゃっていいよ。え、断捨離結構する方ですか。いや、めっちゃする。うわぁ、高っ。今の真珠も高そうで、これでしかも買っちゃおう。なんと強化できます。やっちゃおう。どっち行くっすか。いや、水深上げた方がいいんじゃない。230もできるだって。それうわ、なんかすげえ説得力めっちゃある。うん、深いところ行こう。と、じゃあこれでもうちょっと断捨離すればいけるっすよ。これお前ほんと高いの売ったよな。あ、ほらこれ綺麗な貝とかいらなくないですよ。2個。確かに。うん、あと5円。人で OK。 よし、いけた。きた。で強化 OKOK。 これで長い時間ダイブできる。で探し物しないといけないんですよね、まず。だから宅配船を調べなきゃいけないっていうのが今回の任務ですよね。お前今任務1個もやってないから任務やろう。なんで仕事すんの。いやいやいや、なんでお前冒険家なの。運も済もまだ行ってないですよ俺。てかさ、あんまりさあれじゃない、低いところで拾ってもさ。いや、そうなんですよ。だから結構持って、オーツすごいね、めっちゃ増えてる。210とかあるよ、だって。だからもう怖いもんなしですよ。しかも下まで行けるんで今回。だからお前浅いところ拾いすぎだって。シュノーケリングは終わりだよ。ダイビングしないと。うわ、かっけえ。やっぱ持ってるだけあるわ。ビリビリスティック、あ、使えそう。いや、まだいいって。そいついいじゃん。えい、あとそれ B 使ってみて。何なんですか。あ、なんかすげえ分かりやすくなってる。この前までこれなかったのに。ほら、お前の手つきキモ。めっちゃ手のひらでこんなんやってたじゃん。そうやってやんのゲームって。え、コントローラー壊れちゃうよ。そっか、コウジ君にはまだ早かったか、見せるのが。早かったわ。あ、もう冷静。お前ほんと次元じゃん。いや、マジルパン好きなんですよ俺。え、だからこいつはや、あの、痩せてる時じゃない、ダメ。でもフグってやっぱ高級魚じゃないですか。うえ、っ、球数と時間がもったいなくね。これ出た。よし、はい、よ。これもこうやってたまに見るゲームセンターで俺が引いちゃう人ぐらい。いるよね、でもそういう人。いや、でもこれがやっぱ一番強いんですよ。あ、また骨。お前骨好きじゃん。やっぱボーンマスターって言うんですよね。かっこよ。ボーンマスター。えい、もうこれでこうやって取れるんだったらこっちの方が絶対いいもん。あ、しびれてる、痙攣してるよ。で、B で、 B で仕留めちゃえばいいじゃん。いや、 B もスタンドットなんであんま5しか入んないですよ。いいね。え、これちょっとイージーゲームになっちゃったかもしれないですよ俺ら。いやいや、だからとりあえずさ、はい、任務完了して。確かに。ではどこにあるかなんですよ。
差が好きないじゃん。お、俺の好きな日本刀でもそっちの方がいいよ。いや、こっちの方にしよう。日本刀の方が強いの。いや、名前、鋭いがかっこいいっす。鋭い海の中でディーブ刀触れるって相当筋力ある。こいつに、えい、お、あぁ、あぁ、40。お前ってゲームうまいんだね。すごいわ。いって、いや、これ倒したらマジで褒めてあげる。すごい、やっぱ40、40、80くらって100ぐらいあったんだろうな。え、待って、すごい重い。あれ、だからさ、前半でさ、買いすぎちゃったのよ。お、自動解除されるらしいですよ、これ。しかも、お前何、今新しいこと勝手にやんないで、どうやってやったの？これ何キロ？あ、送れるんだ。あ、10キロだから、もう軽いの送ってった方がいいんじゃない？あ、重いのか。もう10キロだよ、無理よ。 X、 あ、これで、お、ほら10キロ軽くなった。すごっ。またオーツ落ちてるでしょ。うわー、絶対これだ。あった、ほら荷物落ちてるよ。僕の大事なレースちゃん、うまっ早くお持ち帰りください。与えられたミッションを完遂するのです。うまっ。やばい。おい、このタコは、あ、今の何だったのかな。はるか深淵の彼方へ消えてしまったの。テド、何やら巨大な生き物が持っちゃったみたいだけど、奥に入って取り返してください。見るからにやばそうなのに、あそこ入れて、そもそもこの境界線は塔が全部閉まりが入れないんだよ。もう疲れた。立ち上げたいと思います。僕は綺麗だ。カーソンじゃつなぐ気持ちはさ、赤まんますげえな。まだ今この床も万歳舐められるのがやっぱ。わかんないから早く行っちゃう。まあ、もうまず帰っこまさい。こいつ締めになると思って。行かないの。ああ、すごい。だから、あの機械で。これ一回戻ればいいんでしたっけ。そう、でも戻るから、あれでいいんじゃない？もう。え、待って待って、やばいのいる。やばいのいる。あ、やばい。なんか、今まで見たことない。やばい！いったすぎー！やばい、O2 やばい、O2 取った方がいい。 O2 もやばいけど、エスケープした方がいいな。こいついるのやばすぎー。エスケープあったじゃん、下に。あ、上に引き連れてからしていくの。帰ろう。帰りますか。え、でも今回の収穫はでかい。え、でかすぎますよ、これ。ミッションもクリアして、いやいや、余計なことしてるな。おお、やめろってお前。戻れって。ここにある、ここにある、ここにある。まあまあまあ、ほらほら。何今の。絶対やるわ。絶対やるわ、お前。はいはい、醤油ね、大事大事。絶対やるわ。もうあの巨大ザメに食べられて終わりだ。いや、俺はもうそんなヘマはしないです。だってほら、O2 まだこんなあるんですよ。いや、O2 あってももうあれよ、デイブの。あれ、ほら、もう終わっちゃったよ、これ。え、まだいける、まだいける、まだ参る。お、もういいって。じゃあマジで一応やってみます。やばかったらもうすぐ脱出します、俺。うん、あ、来た来た来た。大げで設置。俺これやる。いってやばいやばい、落ちやばい。痛い痛い、もうダメだ。エスケープ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 。あー、早く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 。オープネー！オープネー！オープネー！やっぱあれ、あの巨大ザメ40じゃダメだ。いや、でもあれ重くなかったら絶対倒した。まあ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 、いや無理だな。あ、しかもこれもう一回ワンチャンスあるっすよ。あ、そうだね、行っちゃって。行っちゃって。うん、位置を確認しても、報酬は差し上げましょう。金、勘定はきっちりしませんとな。金、え、金、金だろ。あ、金か。ではこれよりデイブちゃん救出作戦を開始いたします。このガス
ガス切断機をお持ちください。宅配線に行くと切断できるとあるはずです。ボタンが表示されますが、鉄板、鉄皮の脆弱な箇所を切断して宅配線の内部へ侵入し、レアスちゃんが入っているピンクの宅配箱を回収すればミッションコンプリートです。意外と簡単な仕事ですよ。でも確かに巨大な触手を持ち去られたところを見たようなすごくヤバそうだったけど、あなたはレアスちゃんがこのまま漆黒の闇の中で消滅しまってもいいというのですか。でも分かる、俺このダフの気持ち分かるんですよ。なんで俺もアニオタだからです。いやいやいや、アニオタとかは別にいいよ。別に推しがいるっていうのはね、そういうことです。これは極めて重大なミッションなのですぞ。いやいや、だったらダフが生きようって話なの。いや見てください、これでいけると思います？いや机の上にだってもう炭酸ジュースあるんだよ。デイブと変わんないって。確かにね。さあ救出しよう。俺あいつ倒したいです、やっぱり。違う違う違う。どうしても。ダメ。忘れられない。ダメ。だからさ、表で拾うなよ。いや、こういう。ほんとシュノーケリング好きだよね。いや、こういう些細なことが大事になってくるんですって。分かりますか。分かんないよ。部品ね、武器だけ集めといた方がいいって。お、いいね。イエーイ。え、うわ、ちょ、コブダイだけいいっすか。ダメ。え、ちょ、コブダイ好きなんですよ。聞いたことねえ。 お母さんがそれ聞いたことねえよ。でもコブダイって高級魚なんですよね、確か。そうなの。え、じゃないですか。ナポレオンフィッシュとかあるっすもんね。ナポレオンフィッシュって何。え、コブダイみたいな。え、憶測で会話すんのやめようぜ。いや、ほんとある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 。逆に、え、エアプっすか。海の中潜っててナポレオンフィッシュ知らないの。うわ、エアプだ。何エアプって。何エアプって。え、エアプっすか。何エアプって知らない言葉使わないで。あ、マジか。マジか。エアプか。分かんないけど俺エアプでいいよ。あの、割とエアプって言われて嫌な言葉っすよ。あ、そうなの。うん、人に嫌な思いする言葉言わない方がいいよ。とりあえずマジタコみたい。俺タコ、あの巨大ダコ。タコ好きっすか。タコ好きよ。そうなんだ。うん。よくないな、今の多分俺。う、全然よくない。でも高知くん以外の人にやってたら多分謝りの連絡してますもん俺。すいませんでしたって。んなんで俺にはしないんだろうね。いや、だって高知くん持ってないんだもん俺。何を。連絡先。あ、まあ確かに渡す必要もないから。そうそうそう、俺も別にいらないし。ふざけんな。お互いいらねえんだったらいらねえな。ほんとだよ。なんか分かんないけどここで会えると思っちゃってる。うん。でもなんかあそこで会った時嬉しかったですけどね、ウィーアの時に。あ、まあなんかね、一番トラビスの中で会ってるから、うん、なんか話せたのが嬉しい。あと優しさが良かった。なんで優しさが良かった。あ、いいよ。来た、これだ。でもちょっと待ってください。何、もうちょっとだけ進んで。いやいやいや、先やってからさ遊ぼうよ。はい。お、ZR すごっ、新しいゲームだ。めっちゃうまいじゃん、溶接みたいなやつ。切断。マジで俺海での中とかでもさあるけど、はい、溶接やりたいんだよね。え、でもコーチくん自分でなんか作ったりするの好きっすもん、ね、そう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 。でも怖くないですか、ちょっとあの鉄仮面みたいなのつけてやんないといけないじゃないですか。そう、あれね、鉄仮面やんないとね、普通に怪我しちゃうってことですよね。そう、あ、グッドなんだ、悔しい。おお、おお、気が、気がいす、せいでいって感じ。おい、お前、説明はちゃんとしろ。してるじゃん。開いた扉の中に入ってくるぞ。レースちゃん、今マスターがいるからね。レッツゴー。おっと頑張ろう。いや、だからこれをやっちゃうとあれなんですよ。何、ちょっと早いから逃げろ。え、何、ちょっと早いからって。ちょっと早いんですよ。早くないって。やってやるぜ。いいって、ミッションやれって。かかってこいや。行くぜ、俺の奥義。えい、なんだと。こいつ強い。ああ、
ていうかこいつやっぱ動き不規則だね。ああ、うるさ。よっしゃギャーすごいすごい、まいったか、取れ高しかない。いや、てか切り身おんも、すごい、あんなできるのに2切れしか取れねえんだ、すごいでしょ。いや、すごい。もうミッション行けば、行きます。荷物重いし。うむ、思ったより下の空間が大きいですな、デイブ氏。少し周りを確認してみてください。はい。これ宅配船の下ってこんなになってる、おっきいまま戦える。まあ僕はうまいんで。あー、ごめんなさい、なんか尺に触るなあ、え、でもこっちの、いや、いや、レーザーの方が強いんじゃない。でもなんでこんなオーツあるの。だから相当強いんだよ。え、怖っ。え、お寿司の話に戻っちゃうんですけど、うん、何が好きですか。そう、光り物なのか赤身系なのか。いやでもね、最近マジでイカが好き、はい、え、あの、で、うわ、またお寿司の話終わったしかもこれタコじゃなくないですか。え、タコだろ、イカじゃないですか。赤い、あ、そういうこと、うん、で、クラーケンですよ。確かに、あ、イカだ。なんでこういうやつってたまにイカって赤色なんですかね。ね、赤はタコだろ。そうっすよね、うん、よし、こっそりね、寝てる間にね。すっげえ、こーわ俺絶対に、あ、ジャイアントスコア、スクイール、なに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 、怖い怖い、うぅぅぅぅ、なに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 、銃を作るんです。ん、僕が渡した銃、ダイオウイカを倒す。え、なんか怖い怖い怖い、うおぉ、え、あ、本体にしか効かないのかな、多分。え、なんかすごいやばい、えぐい。いや、これ俺失敗したかも。うん、バックパンパンで来る多分物語じゃん。やばい、物語って何。あ、これでも入射角とかちゃんとあんのかお、あ、出てくる前に、そうそうそう、あれが出るね。そうそうそう、え、何、え、ずる、え、あれ、隠してる、ずる、痛いよって、目痛いよって言ってるよ、ダイオウイカが。あ、違う、今の、え、今今今今、ほら、目痛いよって。あー、でも便利だね、安全なところに返してくれるじゃん。いや、だとしてもあれがないっすもん、俺、弾、弾というかスピードアップ系。ああ、てか今もう捨てちゃえば最悪。よし、だってどうせ1個しか持って帰れないんだよ。だから切り身捨てちゃえばじゃない。なんで1個しか持って帰れないっつってんのよ。じゃあゲーマーは嫌なんですよ。何ゲーマーは嫌だって。なんか完璧にで帰りたいんですよ、ゲーマーって。え、お分かり。分かんない、なんで今飲むので。ゲーマーは念には念をってこと。え、どの口が言ってんだよ取った魚全部持って帰れる。あ、持って帰れるっけ。ほら、こっちくん、エアプ。エアプの意味を教えてくれよ。エアプレイン、エアプレイン、飛行機。違います。だから、え、なんて言うんだろう、なんて言えばいい。まあ簡単に言えば、なんかしなきゃ倒せてるじゃん。知ったかです。あ、そうなの。え、合ってる。あ、まあまあ、多分ここに出てます。エアプトは。え、なんか、あ、人魚だ。うん。怖い。一回あったよね、俺らこいつらに。あったっす、物語で。ねえ。
ピンクの。でもこのダフは見えてるんですね、デイブのやってること。カメラでもつけてんじゃない、そういうことですかね。早く回収してきてください、クロニオ牛船待ってるのですぞ。こいつに言ってほしくてね、上でベーコン博士の方向を閉める。すごいね、ダイオウイカも倒せたわ、イカの下敷きになってるんだ。え、切ってみるんじゃない。俺もう満杯だよ。ふざけんなよ。なんで思ったがあると違ったわ。思ったレアスちゃんと違ったわ。うわ、ちゃんとフィギュアだ。ちゃんとフィギュアだったね、うん、あっちこっちに。あ、あんまここは流さない方がいいかも。そうだね。お、セリフをモスターが言ってしまったぞ。あ、まあまあ、ちょっと一瞬やっといてもらっていい。あれ、トイレ行ってくる。やばめちゃめちゃトイレ行ってくる。まあ、じゃあ僕がここからちょっとだけやります。深海用ヘッドライト自動でオンになる最新型モデル。あ、だから奥まで行くと暗かったのが明るくなるよってやつだ。すごいな。まあ、はい、バイバイやっと。おいー、500ゴールドクローズしよう。リアスちゃん救出作戦。よし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 。あー、なるほどね。来た、スナイパー。はい、おいじゃん。あれ、まだ寿司屋行ってなかった。あ、待っててくれたのね、うん、そうです、ありがとう。ん、番長に電話しよう。電話って出てんのっけ。あ、これだ、番長。あれ、ダイオウイカ使えるか。そうっす。なんだディブ、うん、僕ダフを手伝っていてダイオウイカを倒しちゃったんですけど、だったな、全部を持ち帰れなくて足切られたら、これって食べれるんでしょうか。うむ、もちろんだ。ただし浮力調整に使う塩化アンモニウムの整理にはきついのだ。さらに食感も硬いため通常の調理法では美味しくはできんだろう。メニューとして客人に振る舞うには無理があるゆえ、今日は早めに見つめ、その祝宴でも催してはいかがだろう。おー、すごい。あ、確かに。あ、なんかこういうの初めてだ。確かに、宴だ宴。みんなに俺もできなかったからな。それはいいアイデアですね。ダイオウイカの宴。今から腹ごしらえに入る。ジムで寿司屋に来てくれ。ベーコン博士もいらっしゃるだろう。その時おじんとか目撃した話をしてみよう。めっちゃ食ってるわ。なんか久々にこういうの見たかも。初めてか。はいはい、まあ、こういうのは大体ね、祝宴を催すとは刻ましい発想ですね。見違えました。そうですか。飲食店もサービス業です。料理やドリンクも大事ですが、何より必要なのはお客様へのサービス精神です。これまでこの店には頑固なシェフと彼の料理があるだけでもてなしの精神をかけていました。僕も一応お客様をもてなしてたんですが、でも特に存在感がありません。ヒット、よしえ、辛口ね。クックスさんに書き込まれたのが評価なことです。みんな嫉妬しましたね。うまい、ごく頼むかったと思う。お、あったかいでおじゃん。一生懸命わさびをすりおろしていた。親切だったし。お、でもめちゃめちゃいいじゃないですか。ねえ、あなたが頑張っているからこそお客様が気づいてくれたのでしょう。だいぶ喜んでる。はい、あとは皆さん一時停止してます。はいはい、すごいね、お祝いしてくれてるな、みんな。いや、お祝いしてくれてるっすけど、これは話が長くなります。そうね、だからいいテンポで読めるぐらいね。そう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 。俺ゲームのこういう会話めっちゃ飛ばす派なんですよ。いや、でも分かるよ、俺も最初だけ。そう、だからもうずっとベテ、うん、だから何やらなきゃいけないか分かんない。そう、あと話がよく分かんなくなる途中で。あの博士、
お、っていうと。あれね、人魚と出会ったことね。そうです。なんだと。ジュゴンを見間違えたの。ジュゴン。ああ。うん。世紀の、俺今シンプルに大あくびしたわ。おもろ。え、村って？深海に村、あったね。壁画みたいなのあったよね。あったっす。しかもでかいやつね。で、そこでポセイドンだみたいな話してる。そうで、あ、ワンピースの話したわ。したよね。マジデイブがいなかったらこの店何にもできないよな。だからデイブが多分この世界にいなかったらこの人たちみんな職を失ってます、そうよ、うん、ベリーグーかわいい。客人に出したのは料理の終わらないようだ。弟子抜きパフォーマーのデイブ、気を緩めるなく終了にすればいい。これで笑った。おビールだ、デイブのやつ気持ちよさそう。ここのビールはね、確かに。しかも上がった後ってことですよね。そうそうそう、ちょうどこうカラカラになってる時だ。みんなで乾杯、いい気分でベッドに駆け込もう。お、話してる。ん？接待トークだ。そういうこと言わないでください。まだ10代の子を見てるかもしれないんだから。いや、あれ？なんかやばい。え？おい、グレネードランチャーはまずいって。せっかく良くなってきたのに。ここまで。うわー、こいつあれだ、博士のやつだ。じゃあ、さあ今日は時間でここまでということですね。でも今回めっちゃ進んだんじゃない？え、めっちゃ進んだっすよ。ああ、進んだ。結構潜れるようになったし、容量も大きくなったし、海賊も倒したし。え？なんで忘れたの？いや、長かったなと思って。おい、俺の技術がまだまだ下手だったって言いたいのか。いや、でもすごい。なんかコーチ君がゲームが上手くなってってる気がする。なんかちょっと俺もそんな気はする。なんか、うん、ちょっとずつね。怖い。なんかわかんないけど、このコントローラーに馴染みが出てきたもんね。そうっすよね。なんか操作に。すごいもん。いやー、面白かった。じゃあまだまだね、続きはあると思うので、はい、こうご期待ということで。さあ、この動画がいいと思った方は、グッドボタン、そしてチャンネル登録の方よろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。またね！バイバイ。